はい、皆さんこんにちは、辻健です。さあ今回なんですけども、ヘッドオーセチック、こちらについての動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで先日新しく発売されましたプレステージですね。はい、このプレステージから新しいテクノロジーオーセチックが、はい、搭載されています。はい、今回はこのオーセチックっていうものにね、注目させてもらって、前作のねオーセチックが入ってなかったものと、今回のオーセチックが入ったもの、何が違うのかっていうところをね、こう皆さんに紹介していけたらなと思います。はい、ということでね、早速本編の方やっていきましょう。はい、ということで、今回紹介するオーセチックなんですけども、ヨークの部分に入ってます。はい、ここの部分ですね。今画像でも出てると思うんですけど、ヨークなんですけども、ここって何が通ってるかって言ったら、縦糸8本分。プレステージじゃなかったらね、6本っていうラケットもあると思うんですけど、いわゆる真ん中近辺のストリングを通してる部分ですよね。これね、過去と比べるとね、どんどんスイートエリアとかも広がって、楽に飛んでいくっていう形になると思うんですけど、やっぱりね、こうど真ん中と比べるとちょっと外した時ってやっぱり飛び方とかって変わってくると思うんですよ、どうしても。はい、どんだけ楽に飛ぶって言ってもね。はい、なのでそのど真ん中とちょっと外した時、だから言ったら縦糸8本分の中で極力どこに当たっても同じような飛び具合にしようと。はい、実際に飛びが変わるってわけではないんですけど、同じ打感、同じ食いつきでボールを打っていけるようにしようっていう風にしたのがオーセチックなんですね。はい、結論、これを入れることで飛びが上がるとかそういうわけではないらしいです。はい、ただヨークを通ってるストリングの部分、ここに関してはある程度ど真ん中で打った時と同じ近い感覚で、はい、打てると。ちょっと外したぐらいやったらそこまでね、こう飛び感に 差を感じないっていう安心感をね、与えてくれるような、構造だと。はい、いうことで、詳しいことはね、こうヘッドさんのホームページとか見ていただきたいんですけども、で今回はですね、プレステージの MP、前作でいうところのツアーで打ち比べを、はい、しております。まずね、この MP 自体のところで言うと、はい、前作から 5g 重量が上がってます。そこに関しての違いを先に言っとくと、僕はそこまで違いは感じなかったです。はい、 5g 変わったからめっちゃ振りにくくなったとかそういうことはなく、前作のツアー使ってらっしゃった方だったら、そんなにね、違和感なく、今回の 5g 重くなった新ツアー、MP ですね。はい。に移行できるんじゃないかなと、はい、思ってます。で、このオーセチックの、はい、あるなしに関してなんですけど、これはね、結構感じました。プレステージもね、昔、初期の頃とか、はい、ちょっと前に比べたら少しずつね、ボールも飛んでくれるようにはなったっていうことなんですけども、前作のツアーだと、はい、もちろん真ん中ね当たった時はめちゃくちゃねいいボールいくんですけど、やっぱ外してしまうと、こうそれなりにね、やっぱプレステージがもともとね難しめっていう感じの位置づけ、スイートスポットもそんなに広くないっていうラケットなので、やっぱり外した時は外したの飛びもしますし、やっぱりね弾けちゃ う自分で押していけない、押していく間にもうボールが離れ、ラケットが離れていっちゃうっていう感じのね印象があったので、やっぱり浅くなってしまったりっていうことがあったので、そういう意味でこう許容範囲が広くないっていう意味では大変かなっていうふうに思ってた部分はあったんですけど、今回このオーセチックが入ったことで、例えば試合やってた時とかなんですけど、やっぱりね、どうしても試合だと外すこともね、あるとは思うんですけど、そういう時にね、ど真ん中でしっかり当てれた時と、なるべく近い感覚で打ててました。使ってる側としてはすごく安心感はあります。これは間違いないです。オーセチック入りのね、プレステージを使ってる間を通して、やっぱり思いっきり、はい、気持ちよく振ることができたかなと、個人的には思ってます。で、個人的にこのオーセチックありなしでですね、一番差を感じたのは、サーブですね。はい、ストロークもね結構感じたんですけど、ストロークは僕どっちかっていうと、ある程度真ん中近辺で打つことが多いんですね。今のテニスなんかやっぱりストロークの時とかってちょっと真ん中より上で打つみたいなが主流になってきてるじゃないですか。そういう方もね多い中、僕まだ結構ど真ん中近辺で打つことが、あるんですけど、サーブはやっぱり僕でもちょっと上の方で打つんですね。はい、で上の方で打った時にやっぱ威力的なものはオーセチック入りの方が出てる気がします。はい、やっぱり前作のね、オーセチックが入ってないものからすると、ちょっと上で打った時に、上で打った時と、ど真ん中で打った時、ボールの威力的なものに差を感じるなと、はい、思ってたんですけど、このオーセチックが入ったプレステージは上で打ってもすごいね、いいボールがいってる気がします。サーブの時に特に。はい、なのでサーブで
結構押せてるイメージはありました。今僕グラビティ使ってるんですけど、グラビティってね、もともとスイートスポットがちょっとど真ん中よりは上寄りなので、やっぱサーブですごい押せる感覚、サーブで相手より優位に立てるみたいな、サーブだけでこうポイントを終わらせられるみたいなことが、まあ、自分の中ではよくあると思ってるんですけど、プレステージになった時にやっぱそれどうしても返ってくるイメージがあったんですね、僕の中で。それが、まあ、今回のオーセチックになったことで、プレステージでもしっかりなんかサーブでね、あのフリーポイントじゃないですけど、サーブだけでこうポイントが取れるみたいな機会が、まあ、前作に比べると増えたかなと、はい、個人的には思ってます。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあね、辻健的に感じたオーセチックありなしの、はい、比較動画だったんですけども、まあ、抜群に打球感が変わったとか飛び方が変わったとかそういうのはないと思います。はい、なので前作オーセチックが入ってないものを使ってて、今回新しくねオーセチックが入ったものに切り替わるってなっても違和感は全然ないと思います。むしろ自分の気持ちいい打感、ここで打ったらしっかり飛ぶっていう感覚で打てる範囲が広がったので、はい、そういう意味ではすごく扱いやすくなってるなと、はい、思います。やっぱりどうしてもね、こうラケットがどんどん軽量化していく中で、いかに弾かずにしっかりこうボールを持つことができるか、打つ時にボールを食い込ませることができるかって結構ね大事な要素だとなってくるんですけど、これオーセチック入ったことでより実現できてるんじゃないかなと、はい、思ってます。なので、はい、このオーセチック入りのねヘッドさんのラケット、まあ、今回はプレステージですけども、まあ、これからねどんどん新しいの、まあ、ブームとかにも入ってると思うので、ちょっとね楽しみにしていきたいなと思ってます。はい、ということで今日の動画は以上になります。ここまでご視聴ありがとうございました。また次の動画でねお会いしましょう。バイバイ。